まさかランドルフ隊長か。散開しろ。一箇所にとどまるな。遅い。火星は必要なかったかな。いや、ちょっとヤバそうだね。何？絶好調だね、ランディーニー。シャーリーか。うんうん、やっぱりランディーニーはそうじゃなくちゃ。シャーリーの好みとは違うけど、かっこいいよ。抜かせ、カモス。てめえみたいな人食い取らなんざお断りだっつう。釣れないな。でもせっかくだからもう少し楽しませてもらうよ。でもやっぱブランクだよね。そろそろ限界なんじゃない。話しやがったか。ランディーニーに教わってた頃のシャーリーじゃないんだってば。わかんないかな、そこんとこ。いっちゃえ。今のランディーニーくらいじゃやっぱり満足できないな。まあいっか。とっておきの遊び相手はちゃんと見つけてるし。ランディーニーはしばらくパパのところでリハビリすればいいの。顔を取り戻せばすぐに刀身の座を告げるからさ。でもな、今回のところは腕一本くらいはもらっておこうかな。ランディー、おっと。それじゃあサクッと口直しでも。いやー、ロイド。お兄さん見かけによらず思い切りがいいじゃない。シャーリーみたいな小娘にえげつない連携攻撃なんてね。手加減できる相手じゃないのは見てて分かったからな。君には危険度 S と手配魔獣に対処するノリで当たらせてもらう。離れろ。いくらお前のトンファーでも防御しきれるわけが。ま、当然そうだよね。はっ。やれやれ、今ので転ばせられないのか。隊長、シャーリー様。にシャーリーと遊びたいなら少しだけ相手をしてあげるよ。ちょっとは楽しませてよね。来るぞ。全力で迎撃します。がっかりさせないでよね。
行けるかい？お任せください。シグマアセンション。これが最強クラスの両兵団の実力か。電動で負けるわけには。悪くないんだけど、こんなところかな。とっておきのごちそうの前にデザートばかりもなんだしね。ミレイユサイン。来てくれたんですか。ええ、あなたたちの課長から司令宛に連絡があってね。敵部隊を確認。これより総統戦を始める。ただしマインツ奪還と安全確保を最優先とせよ。イエスマム。それじゃあまたね。またすぐにでも会えそうな気がするけど。あなたと来たら無茶ばかりして。連中の相手は私たちに任せなさい。あなたたち、これ以上ランディが無茶しないよう頼んだわよ。はい、任されました。ふう、やれやれ。とりあえず一段落はついたみたいね。ランディ大丈夫ですか？どこかやられたんじゃ。ロイド、改めて聞いておく。
こいつは一体何のつもりだ。ランディ、ランディさん、分かってんのか。お前らは戦場に足を踏み入れたんだぞ。軍人でも良兵でもない、殺し合いのプロでもないお前らがどんだけ危険なことをしたのか本当に分からねえのか。ランディ、お嬢やティオスケにも言いたいことはある。ノエルやワジも危険は分かってるんだろうに、なんで止めなかったんだか。だが何よりもロイド、てめえはリーダーだろうが、こんな時に直情的に動いて仲間を危険にさらしてどうする。ふざけるな。ロイド、ロイドさん、仲間を危険にさらせないからここまで来たんだろうが。じゃあな、なんて、あんな紙切れ一つで俺たちが納得できるなんて本当に思っていたのかよ。やっぱり俺はそもそもお前らと一緒にいるべきじゃなかったんだ。俺の手は血塗られている。戦場で兵士を殺しただけじゃねえ、関係ねえ村を利用したこともある。それで罪もねえやつを、お前みたいな目をした若造を犠牲にしたことだってある。お前らの目の前にいるのはそんな救いようのねえクソ野郎だ。迷惑なんだよ。これ以上は子犬みたいな目をしてすり寄られて、できた兄貴分みたいに頼られて、そんなことをされ続けたら俺は自分を許してやりそうになっちまう。ランディ、ランディさん、先輩。そういうことか。よかった、安心したよ。いつもみたいに余裕な顔で冗談めかして返されたらどうしようかと思ったけど、やっと俺たちに吐き出してくれたな。ロイドさん、考えてみればランディも俺たちと同じ若造なんだよな。重いものを抱えているのはみんな知っているのに、触れないように気遣ってばかりで、力になってもらうばかりで、ランディの力にはなれなかった。はい、そうね。おいおい、だからそんな風に言ってもらう資格なんて。ランディの過去も罪悪感もランディ自身のものだ。多分それはランディが自分の中で解決するべきものだと思う。その結果、確かに自分のことが許せなくなることもあるかもしれない。だけど他の誰かがランディを許さなくても、たとえランディ自身が自分のことを許せなくても、俺たちだけはランディのことを許すよ。そうね、お互い許し認め合うことが仲間というものだから。前に皆さんが私の過去を受け入れてくれたように、私もランディさんの過去やナンパな性格やだらしないところを許します。私も許します。同じ軍人として避けては通れない問題ですし。やれやれ、こういうのは僕のキャラじゃないんだけど、そもそも人は生きてるだけで何らかの罪を背負ってる存在だ。こう言っちゃなんだけど、エイドスの前じゃ大差ないんじゃない？俺たちは過去には生きられないし、まだ見ぬ明日にも生きられない。今日という日を、今という瞬間を、
ひたむきに生きるしかないと思う。そして今この瞬間、俺たちは同じ時、同じ場所にいる。もしランディがそれを少しでも嬉しく思ってくれているのなら、どうかランディを許す俺たちをそのまま受け入れてほしい。ったく、お前らと来たら、なんで俺がそんな臭い言葉にさらされなきゃならねえんだ。どんな羞恥プレイだっつうの。まあ、かつて私も通らされた道ですし前にあなたが言ったように、支援家を選んでしまった時点でみんな誰かさんの被害者ということでしょ。いや、だからなんで俺がでも説得力はありそうですね。さすがの僕も天然ジゴロにはかなわないな。俺は人殺しでろくでなしの半端野郎だ。生きがったところで化け物みたいな小娘相手には遅れを取っちまう程度だしな。こんな風にテンパって迷惑をかけちまうことだって今後もあるかもしれねえ。それでも構わねえか。ああ、ええ、もちろん。どんどこいです。これからもよろしくお願いします。雨降ってなんとやらかな。マジおめえ、黙ってるって約束だったのにペラペラ喋りやがったな。やだな、誤解だよ。ちゃんと黙っていたのにロイドたちが勝手に君の行方を調べ始めてさ。ちょっとワジ君、君ランディ先輩が出て行ったこと知ってたの？ワジ、お前な。ワジさん、さすがにどうかと思うけど。いや、僕だって行き先までは聞いてなかったんだし。やれやれ、これは僕が悪者ってオチかい？まったくもう。たまにはワジさんも反省すべきではないかと。よっしゃ、なんとか俺も動けるみたいだ。おそまきながらミレイユたちの様子を見に行ってみようぜ。そうだな。赤い星座、なんとか撤退してくれると思うんだけど。どうやら赤い星座も一通り撤退したみたいね。略奪をした形跡も特にないみたいだし。そうですか。よかった、不幸中の幸いですね。もともと必要がなければ無用な略奪はしない連中だ。逆に必要だったらどんなことでもやってのけるだろうな。ランディ先輩大丈夫？ずいぶん無茶をしたって聞いたけど。いいや、どうってことねえさ。せっかく封印を解いたライフルはしばらく使い物にならねえが。あのすごいチェーンソーにガリガリやられちゃってたしね。しかしシャーリーさんのチェーンソーライフルといい、赤い星座の両兵というのはとんでもない装備を持っていますね。ああ、専門の武器工房にわざわざ依頼してるんだが、まあギオームの親方だったらなんとか修理できんだろう。ああ、そうするといい。町に戻ったら早速寄ってみましょうか。でもよかった、またライフルを使えるようになったのね。おそまきながらだがな。いや、お前さんにも随分心配をかけちまったな。そうよ、
最初からライフルを使えていれば今も警備隊に在籍したままで。違うんですからね。そのこのチャランポランな男が他でちゃんとやれるのかなって。なんだか微笑ましいわね。ランディさんも気づいてはいるんでしょうけど。ゼロ一方面隊ミレイユです。あ、ご苦労様。それで連中の足取りは？何ですって？どうしたんですか？撤退した両兵たちが突如消えてしまったらしいわ。トンネル道の分かれ道から遺跡方面へ抜けたみたいだけど。月の総員、その遺跡に逃げ込んだのではなく？いえ、遺跡前の封鎖を突破した形跡はなかったそうよ。一体どこに？あの辺りは切り立った崖ばかりですし、他に撤退できる場所なんてどこにもないはずなのに。うん、あのシャーリーって子に常識は通用しなさそうだけど。おかしいとは思ったんだ。マインツ方面にいた連中だが、どう考えても数が少なすぎる。何？クロスベルに来ていたのは100人前後の大所帯だが、マインツ方面にいたのはせいぜい20人くらいだ。何よりもシグムントールランド、シャーリー以上のあの化け物はどこに行きやがったんだ。それって。あ、皆さん、あれを。あれはまさか。クロスベル氏が燃えているのか。お疲れ様でした。